立憲民主党が自民党公明党と相乗りで松井浩二さんをしたことに対して一部から残念だとする声も上がっているんですが、こう、まあ、こうした落胆の声に対する泉代表の受け止めをお願いします。我々からすれば本当に今回の選挙自民党からは迷惑を被ったという思いですよ。そもそも立憲民主党が最初に松井さん推薦してますからね、一番最初に。しかもそれ11月ですよ。裏金の問題が出てきたのは12月ですよ。我々からすれば自民党いい加減にしろですよ、はい。まあ、今回の相乗りがですね、立憲民主党への支持離れにつながらないか、泉代表のご見解をお願いします。また、今回の相乗りを残念がる人たちに向けた、まあ、説明といいますか、メッセージといいますか、あればお願いします。まあ、その意味ではね、やっぱり我々が推薦した候補に自民党が乗っかるっていうことの怖さは感じましたね。こんな形で自民党から、まあ、あのひどい不祥事が出るということであれば、泉さんのお話では自民党で不祥事が起きたのでというのですが、自民党は20年も30年も不祥事を繰り返しています。自民党は悪の枢軸であるという認識が泉さんに足りないのではないですか。立憲民主党にがっかりした支持者、もう立憲を支持しなくなるのじゃありませんか。